Welcome to シルチャンネル。どうも、シルビです。さっきミスってね。これ3試合目なんですけど、ミスったんですよ。何ミスったって、コンソール出ちゃって。そこんなとこまでバトルフィールドみたいな話ですね。アイオンショット。そんなにこのパーソナルシールドよこせよ。ランク5かよ。500ぐらいすぐ溜まるやろ。シールドをなくすな。へえ。よし、行くぜ。もし始まってる感がありますけど。さあ行きましょう。スタッツ。コンソールを出るんですよ。バトルフィールドの悪役ですね。昔からあるね。全開感覚を押すとなるんです。威力減退するんだ。あこれアイアンショットはシールドを貫通するってことね。さっきパーソナルシールド持ちをこの前の試合で無双したんで。なるほどね、そういうことが分かった。アンチがあると。敵の飛行が2人少ない。こっち方面に敵いますよ。正しい位置まで分からないようになってるのがいいですね。このなんとなくこっち方面にいますよというふうには出るんですけど、バッテリーフィールドみたいに点で出ないから。あれヘッドショットじゃないの？ラグのかな。ピング出してほしいね、よく言えば。うぞかい前でもまっすぐ飛ぶ銃が欲しい。おお、スナイパー。殴りまくってますけど、割とまっすぐ行くな。腰ダメでも緊急になるね。そのクライムへ行けってこと。ルールがやっと分かってきた。よし、腰ダメでも割といく？よし、腰ダメでいこう。割とまっすぐ飛ぶね。なるほどね。地点をキープしろと。お前そんなとこで打っててもな、数の役にも立たんのだ。頑張れ。それでも、敵軍をぶっ潰すんじゃ。
これね、タックルが V なんですよ。F にしてな。取らないと負けるよ。まあ、ルールがわかる。やっと3戦目にしてよくわかった。やっと V しかないですな。引っかかって引っかかってる。謎の引っかかりを見せております。腰ダメでまいいわ。腰ダメで余裕でまっすぐ飛ぶことがあった。よし、この武器はいいぞ。覗くのは私はあんま得意じゃない。オーマイガー。いいね、ストッピングをすればちゃんとまっすぐ飛ぶね。あかんなこれ。ホールドか。だけどこれ FPSPS4 だとホールドなんだよね。こっちがホールドっていうのは右クリックをした時だけ覗き込むっていうのがホールドなんですけど、私は、それじゃなくて、一回か切り替えたいって人なんで。裏取り族ですから、私は。いい場所に引っかかってる、引っかかってる。ちゃんと入ってるのかがよくわからんな。よし、当たったー。いてー、入ったかなと思ったけど、いいんじゃないですか。あっちから来てんね。やばい、相手が取ってる。音楽が音飛びなのが、せっかくの音楽なのもうちょいそこは。ヘッドショットじゃないんか。まあ、ヘッドショットやろか。しかも片手銃なんだね。結構まっすぐ飛びよる。飛び飛び。まあプレイステーション4でやるつもりはあるんで、ホールドに慣れておくしかねえなあという感じですね。ドロー、終わりました。まあまあまあ
ホールドに慣れておかないといけないんですよね。私はこの、押しっぱなしのやつよりも、トグル、切り替えのやつの方が、まあ、トグルに戻す、するか。で、プレイステーション4は、押しっぱなしなんですよ。なぜなら、マウスとキーボードでやるようになってないからね。ちょっと私、マウスとキーボードでやる予定ですが。プレイステーション。なぜなら、プレイステーション4の方が絶対人がいるから。PC 版より。結局ね。対戦できないのは悲しみですよ。そんな感じでございました。今回はこの辺で、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。